皆さんこんにちは、みっちゃんです。これからおやつの時間です。今日のおやつは型抜き屋さんのバームクーヘンです。開けてみますか。はい。お。ちょっといいですか。はい。これ誰これ。ポムポムプリン。ポムポムプリンがこれね、型抜きできるようになってる。ポムポムプリンのとこだけふーっと動かすことができる。やってみ。できる。お。できた。ちょっと見せてください。型抜き成功ですか？はい、成功です。よーし。食べよう。これ何これ？ポンポン食べますか？はい。はい、食べてください。どこから食べる？ポンポンプリンじゃない？でももったいない。バームクーヘンの味がする。色が濃い。ちょうだい。ちょうだい。食べよう。あ、開けてくれないの？あ、砂糖だね。砂糖の味がしますか。多分砂糖。うん。ポン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 。プリンの味がするの。プリンの味がするのか。すっげえな。目がない。目が。うわ。なんか、白いこれがポンポンプリンで、こういうところは砂糖で、こっちはバームクーヘン。どういうこと？あ、このポムポムプリンの絵が描いてあるところがと、これこういう白いところは砂糖で、うん、茶色いのはバームクーヘン。バームクーヘンの味ってどんな味なの？わかんない。カステラみたいな。あ、カステラ。カステラってどんな味なの？甘い。甘いか。うん、甘いってどういうこと？ふっくらしてて甘い。ふっくらしてて。食べちゃうの？もったいなくない？うん、いいの？食べちゃいます。よし。はい。はい、ここから。いけ。全部。ああ。これどう？この型抜き屋のバームクーヘン。普通のバームクーヘンより美味しい。あ、そう？どこが違うの？普通と。普通よりも味が濃い。型抜き屋のバームクーヘン、いかがでしたか？甘くて、うん、普通のバーム、いつも売ってるバームクーヘンとかよりかは、うんうん、甘いし美味しい。今日のおやつのバームクーヘンはとても美味しかったです。また見てね。バイバイ。